それでは対戦相手を紹介します。勝手に話を進めるな。俺はやるとは言ってない。男には命散らすと分かっていても戦わねばならぬ時がある。それが愛だ。縁起でもないこと言うな。クーリッチ、前を見ろ。さあ、対戦相手の魔物はこれだ。どっかで見たことある魔物だね。うん、ワイは魔物と違うわい、この娘子供は。なんでもいいわ、背の字とやれるんじゃったらの。状況に流されてるのは面白くないが、負けられるかよ。お兄ちゃん、頑張って。クーリッチ、気を抜くな。頑張れ、兄弟。ワイの応援はなしか。モーゼスさん、死んじゃってください。任せてくるわ、ドルジョ。それでは、始め。モースケもフェロボンに騙されたの？そうじゃ、セノジラもか。で、フェロボンの姿が見えないんだけどね。セネルさんとモーゼスさんが戦っている間に移動してましたよ。ジェージーボー、なんか我死んでくれとか言うちょったの。皆さん、お久しぶりです。我こっち向かんかい。それにしてもセネルさんも人がいいですね。どうせなら息の根を止められてたまるか。ジェイはなぜここにいるんだ。街の中でセネルさんたちの姿を見かけたものですから、後をつけさせてもらいました。声かければいいじゃん。おかげでいいものが見れましたよ。やはり見ていて気分がいいですね。モーゼスさんがやられている姿というのは。ジーボ、なんじゃったら今度は我とやっちゃろうか。遠慮しておきます。この二人も前のまんまだね。シャンドルとジェイも揃ったんだ。レイナードの家に戻ろう。こいくベイベイ、俺の登場を待たせたな。誰もいません。誰もいないな。イザベラ君。はい。こんな時はやはり。はい。歌うか。はい。